こんにちは、うるさんです。 TBS 系日曜劇場下克上球児第5話感想動画です。過去にも何本か動画をアップしていますので、気になるという方はチャンネル登録していただいて再生リストをご活用ください。5話の時系列とともに気になったポイントと感想をお話ししていきますので、最後までお付き合いください。偽教師という噂があっという間に広まったわけですが、クリーニング店の店主今野の息子がお世話になったという伏線回収を通して保護者受けは良いという部分が描かれたと思いました。南雲に頑張れよと声をかける住民や青空に寄り添ってくれるクラスメートもいたので、近隣住民の南雲に対する接し方は描き切ったのではないでしょうか。保護者の対応に追われた丹羽校長ですが、採用は県が決めたというセリフが今後の決め手で、問われている罪は教員免許法違反、有印公文書偽造、同講師です。がっつり切り張りし、教員免許を偽造していたので、今後の南雲の処分が気になりますよね。南雲の元に訪れた弁護士とお世話になった先生、中だるみしがちな5話の中でヒューマンパートを補強する日曜劇場らしいエピソードだったと思いました。担任の先生が自分の家に住まわすというのはありがちでしたが、高校でガモンと出会ったシーンは良かったですね。ガモンが熱心に南雲を野球部に誘うという部分が、山住が中瀬子を熱心にスカウトするという部分につながり、その後山住がガモンに野球未経験でも監督になれますかと持っていったところは綺麗な流れだったと思いました。一方、生徒指導をした学生を新井美宇さんにしたところがいいですよね。今時のパパ活を地方版としてアレンジしたところも良かったのではないでしょうか。過去の回で中退する生徒が減ってきたというくだりがありましたよね。家庭に恵まれなかった南雲が周りの大人みんなで面倒を見ていけばいいと思う、越前と接した結果、今までありがとうナグちゃんというセリフ一つで生徒はある日突然変わることに持っていきました。単発の回想エピソードとしてはちょうどいい感じで、どんな生徒にも可能性がある、それを目の当たりにしてすぐには学校を辞めにくくなっていたという南雲の過去がさらりと描かれたわけですが、本物の教師だったらどんなに良かったか、後悔しきれませんという言葉を青空も聞いていました。下克上球児はもちろん高校球児たちが光っている部分も魅力だと思いますが、南雲の偽教師問題から発生する家庭や親子関係も描いてくれるので、ヒューマンパートがどんどん面白くなっているのではないでしょうか。前回の動画で3年間騙されていたミカの心境は複雑なのではとお話ししたのですが、5話で痛快に回収されました。そもそも卒業に必要な単位を登録していなかったという間抜けな事実を南雲夫妻の痴話喧嘩で明らかにしてきました。偽免許を作ったことを先に山住先生に話したことに憤慨した美香ですが、人生で一番反省してる、ほんとごめんと謝った南雲、離婚は嫌だからねという青空のツッコミも絶妙で、5話の中では一番好きなシーンでした。2016年秋、サプライズゲスト町田啓太さんが新監督で現れた時はびっくりしましたよね。練習に顔を出すことはなくスカウト活動に専念、そんな塩尻に山住や部員たちも不満を抱えというストーリー展開だったのですが、スポーツ推薦枠もなく偏差値も低い県立高校と私立高校の違いがよく分かったのではないでしょうか。南雲自身も高校まで野球経験はなく、ひたすらきつい練習を続けた結果、弱小チームが静岡県大会決勝まで行きましたよね。そんな南雲が冬季練習メニューを在宅で処分を待っている間に家で考えていたというのは見事なシナリオで、ここでも偽教師という設定にした意味が生きてきていました。2017年冬、今まで映像でしか表されていなかった個人個人のアドバイスが初めてナレーションで語られました。富島のリーダーシップが鍵、個性豊かな面々を富島がどれだけまとめていけるか、
打撃優先とはいえ守備がザルでは勝てない。野原、紅岡の守備を鍛えたい。チーム力を上げるためには地道に筋トレを続けてフィジカルのベースアップが重要。冬場の本気が問われる。楽しんでやるという精神論だけではなく、具体的練習メニューが描写されたので、弱小チームがだんだん強くなっていくというストーリーに説得力が加わったのではないでしょうか。2017年春、公式が楽しみにしていてくださいと言っていた新入部員は、柳家三助さん演じる中瀬戸亮太でした。柳家さんはオーディションで最終12人には漏れてしまいましたが、その野球の実力を買われ下校上出演が決まったと思われます。2018年の大会では5番打者なので強力な助っ人が現れてよかったですね。塩尻が根室を外野に専念させるという話から根室が行方不明になるエピソードにつながるわけですが、コンビニ店主青沼の存在がアピールされ、ジョンソンが根室ゆきのことを可愛いと言っていたことが回収されました。俺ん中ではずっと先生ですというシンプルなセリフとスローモーションで南雲と根室が去るという演出が、恋愛ドラマのお別れシーン以外で初めてしっくりきたかもしれません。かなり繊細に作り込まれているので、往復4時間かけて通学していること、山積が家庭科の教師で生徒の栄養指導をしていたことも綺麗に回収されました。美香が東京で働く、青空は南雲と一緒に暮らす、私は弟が信じる人のことを信じておりますというユキのセリフから、残校球児たちが南雲の家に集まるようになりました。家がめっちゃうるさいという青空のセリフから、練習試合に勝ったというリアルなことと、青空はしゅうちゃんの噂など気にしていないということが分かり、南雲の涙につながるので、かなり感情移入しやすかったです。やはり山積は監督になる決心をしました。野球未経験者でも監督になることはできると思いますが、片瀬続けることは無理だと思います。一方、南雲の処分問題ですが、罪が軽くなるかもしれないと嘆願書を集めているシーンがあるので、起訴はされるのではないでしょうか。その量刑が問題で納得いくものだと思っています。そんな中、新たな山積の横浜時代の秘密も発覚するようです。家庭科の先生だということ、野球が好きだということ、犬塚の口利きで残校に入ったことしか分かっていないので想像するしかないのですが、先生続けてたんだと言っているので、教師を辞めたいと思うほどの出来事、男性関係のあらぬ噂、誤解、保護者たちからの糾弾といったところでしょうか。さて、皆さんはどんな感想をお持ちですか。コメントで教えてください。夏に一勝を目指す球児たちが描かれる第6話は11月19日日曜日夜9時放送です。チャンネル登録しないでご覧になっている方はこの動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。